はい、えー。皆さん、こんばんは。G ステージの柿原です。えー、いつも、えー、インスタグラム、Facebook ご覧くださいましてありがとうございます。えっと、本日はですね、えー、っと、ガリポリカミチェリアの、えー、今治パイルを使ったですね、シャツ。こちらの、えー、新作が、えー、発売になりましたので、そちらをちょっとご紹介をしていきたいと思います。ありがとうございます。 で、この今治パイルの、えー、シャツがですね、まあガリポリはもう定番で、えー、ちょっとこんな感じでさせてもらってるんですけども、えー、っと、このパイル生地ですね、これがですね、今治の、えー、結構老舗の今治タオルのね、メーカーさん、も創業80年。 あ老舗のメーカーさんがあるんですけどもそのメーカーさんと協業でですね、えー、シャツに使える、えー、今治のパイルを、えー、開発しまして、えー、それを、えー、使ったシャツを、えー、シリーズでやってますで去年とかはサファリにもですねあのそのそカップリシャツが掲載になって一気にですねああのー、まあ、皆さん 認知していただったというかあのかなり商品の方も売れましてで本当ににあ定番でさせ、えー、てもらってるシャツですねでこれもオールシーズンいけますので、えー、定番でガ、えー、リポリはやってますでえっとそれがですね今季は、えー、まあ今まではねこういうこれあのサファリに掲載された カップリーシャツですけども今までは、えー、この内側に、ね、パイルを配してたシャツをずっとやってたんですね。バックパイルシャツっていうのをやってたんですけども、表側こういうフラットな生地で、えー、内側にこうパイルが配,配されてるシャツですね。これを定番でやってたんですが、えー、っと、今期はですね、両面パイルを使ったシリーズを新しくやってます。 で、どういう素材かっていうと、これがね、白分かりづらいかな。これあの、こう、綾の折りが入った非常にふっくらとしたパイル生地なんですけども、こう分かりますかね綾折にこう入ってる、こう、斜めに線が入ってる。こういうふっくらとしたパイル生地。これが表面と、えっ、ー、と、この裏面ですね。裏面もパイルになってる。両方パイルを、 えー、の表情になったシャツを、えー、新しい商品で、えー、発売してます。このネイビーの方が分かりやすいかもしれないですね。こんな感じで、非常に表面がふっくらとしてる生地ですね。で、内側もパイルなので、非常に着心地も良くて、えー、表情も、ありがとうございますいつもすいませんありがとうございます なんで、パイルがね、これ配されてるので、着心地がすごくいいのと、で、見た目がね、あの、この表情がすごく、あの、表面にパイルを廃することで、際立ちましたので、あの、すごく顔立ちするシャツになってます。それをやってます。で、あの、ま、あその生地の加工というか、そういうところでいくと、この、 糸をね、あのー、こう生地っていうのがこう繊維をこう寄って、こう寄るっていうのがこうねじってですね、あのー、どう,うですかね、固くしていって作るんですけども、その寄りの加工をちょっと甘めに、あのー、寄りの加工の工程を少なくして、で、表面をちょっとふっくらとした、まあ、この素材感を表にこう、どう,うですかね、打ち出した、そういうあの生地になってます。 んで非常に立体感があって、ふっくらとした、えー、おももちの、えー、そういう生地になってる感じですね。それが、えー、っと、今季は、この、えー、定番のホリゾンタルカラー。ホリゾンタルカラーのタイプと、あと、えー、こういう、カップリーシャツですね。あ、ありがとうございます。夏にさらっと羽織れ、あ、ありがとうございます。そうですね。もうこれあの、一枚でね、結構、 顔立ちする素材なので本当にシャツうでね、あのー、さらっと着てもらえればすごくかっこいいと思いますありがとうございますであともう一方で、ね、これがあのバンドカラーバンドカラーの、えー、タイプもやってますで3今季やってるんですけどもえー、っと色はこのホワイトとネイビーのーカラーですねのカラーバリエーションでさせてもらってます はい。ちょっと、えぇ、ー、一方ずつ説明させていただくと、まあ、まず、まあちょっと、毎回ね、こういう着こなしというか、コーディネートもご提案してるんですけども、お疲れ様で、ありがとうございます、いつも。<laughs> すいません、いつもありがとうございます。あの、こういう、あのね、シャツって、素材が非常に際立ってるので、 表情があるのでね、もうシンプルに合わせてもらうのが僕は一番いいかなと思って、えー、もうこういうジーンズにね、もう白いシャツを上にこう、さらっと着ていただいて、先ほどもね、言っていただいたように、さらっと着ていただくのが本当に一番かっこいいと思います。こういう感じでですね、もうラフに、こう一枚だけで顔立ちするので、こういう着,着方が <laughs>、やっぱり一番かっこいいんじゃないかなと思います。 で、あと、ちょっとこれネイビーに合わせてるのが、これスラックスのタイプの、ま、これもジャージパンツなんですけども、結構こういうドレッシーなね、あのパンツを合わせてもらっても、これあのホリゾンタルカラーなので、あの、形自体はね、ドレッシーな形のシャツなので、スラックスとかにも全然合わせてもらえます。で、こういうパイルシャツって生地自体がね、あのパイルが、 カジュアルなね、どっちかっていうと生地なので、あの、こういう形のシャツってあんまないんですよね。パイル素材でこういうホリゾンタルの、えー、綺麗なドレッシーなシャツっていうのがあんまりこう、見ないことないですか <laughs> 本当にね、あの、この辺のちょっと大人っぽい形のこういうパイルシャツっていうのがあんまり出回ってないので、その辺で結構ね、あのー、 ガリッポリは大人っぽく着れるパイルシャツをやってるっていうのでご好評頂い,いたりしてますだからもう全然これカタログとかではねジャケットにマルゾットのジャケットに合わせてますけどもこういう感じでねあのドレッシーに着れますので形はドレッシーなんですけどもまあ、こういう生地でねこう遊びを聞かせられるというか非常にガリッポリらしいシャツになってますので。 はい。なんで、まあ僕は結構ドレッシーに着てもらっても全然いいかなと、このシャツは思います。はい。で、次に二方目ですね。これが、えー、カップリシャツですけども、これはもう本当にね、夏っぽい、えー、もう定番の形のシャツですけれども。で 今年やってるこのカプリシャツが、ちょっとそのデザイン的なところで、あの、変更がありまして、ここのこの、え前のこの、胸のところのこの開きですね、これをちょっとコンパクトにしてます。以前はもうちょっとこう開いてる、あの、デザインだったんですけども、今期はちょっとコンパクトにしまして、で、まあ、来た感じが、これモデルさん着てるやつですけども、こう、胸のところがあまりこう開きすぎないような、 そういうあのデザインになってますので非常に着回しやすい結構ね胸がこう開きすぎちゃうとなかなかこのこっぱずかしいっていう方が結構いらっしゃったのであのー、ちょっとコンパクトにしてね着やすさをちょっと上げた感じですで台襟がついて非常に、えー、形も綺麗な形になってますのでこういう感じですね で袖は七分だけになってますはいでこれもこういう同じ両面パイル素材なので非常にふかふかしてて気持ちいいですこれもさらっとねもう合わしてもらうのが一番いいと思うんですけども一応この白はこういうちょっとバミューダパンツ、えー、ベージュの合わせてますけどもであとネイビーですね ネイビーはこれは、えー、ホワイトのジーンズを合わしてますで結構このパイルの生地自体があの非常に表情があってねあのー、顔立ちする生地なので合わせるパンツもまあ僕こ,これ個人的な好みですけどちょっとこういう表情があるねあのー、ある程度、えー、こういう肉感のあるまあ、これジーンズを合わせてますけどもそういうのの方が合うのかなというふうには思ってます とペラペラとしたやつよりね、まあ、もう好みですけどねはいであともう一方ですねえー、これが、えー、バンドカラーですねバンドこれも新しい形ですこれはリネンシャツで今やってるんですけどもこの形が僕はすごく好きであのー、結構ね T シャツみたいに着てもらえるんですよねこれってこれちょっと今日私着てますけどもこういう感じで えー、ちょっと寄りましょうちょっと難しいですねあの本当にクルーネックの T シャツみたいに着てもらえるのであの非常に着回しやすいですで七分だけですねであのデザインの特徴としてはあのボタンがねかなり小ぶりなボタン使ってるんですよこれお分かりいただけますかね小ぶりなボタン使ってるのでその あとこの前立てのところですねこれも結構細めの、えー、コンパクトな、えー、形をしてますので本当に T シャツライクに着てもらえるっていうのがこのデザインの特徴ですねこれはあの女性の方にもすごく人気のある形ですねちょっとその,あの身頃の方もこれ私さっき着てたのこれ48サイズですけどもあのちょっとダボとガボッと着てもらうような とは言ってもそのブカブカじゃなくてですねあのちょっとゆったりのあってまあこのカプリシャツもそうですけどもあの大人っぽく、えー、着ていただけるぐらいのサイズ感にこれ48ですけども46でもいけるぐらいですけどねはいであのこういう形でね T シャツみたいに着てもらえるのであの 本当にジャケットのインナーとかにあのこういう形で着てもらえるので非常にこの形は着回しやすいですこれ僕はリネンシャツを去年買ったんですけどねこの形のすごい活躍しましたはいこんな感じですはいそんな感じでございますだから えーと今回はこの三方ですねやってるんですけどもあの大人のカットソーあありがとうございますそうですねあのー、パンツも何でも合うんでねこれこれは、えー、ベージュのねこのリネンコンのあのちょっと下もゆったりとしたパンツ履いてますけども本当にすごく着目はしやすいですよこれ。 で、素材がね、あの、今回表面にパイルが来てるんでね、あの、こういう V ゾーンとかでもね、ちょっとこういう、どうですか、立体的になるので、あの、これはちょっとあえて、ジャケットも、その表情のなるジャケットを合わせてますけども、この辺が結構際立つのでね、非常にかっこいいと思います。はい、ありがとうございます。 ですので、でね、これ、本当に今人気の商品でして、このね、ネイビーがね、このホリゾンタルの、これがもう、早速もう品切れになっちゃってまして、全サイズですね、もう今、品切れになっちゃってます。で、ちょっとまた新しくね、あの、追加で、え急いで、あの、商品作ってますので、ちょっとまた、あの、どういうんですかね、補充、 していく予定でですのでちょっとねどれぐらいの数が補充できるかわかんないんですけども今あの、えー、また工場の方で作ってますのでですね是非チェックいただけましたらと思いますありがとうございますほ、まあ、本当にこれからの季節ねこういうシャツこれからシャツイチの季節になりますので、えー、ちょっとまあし見た目シンプルなんですけどもこういうね夜とこういう ちょっと立体的な表情のシャツですので非常に柔らかい雰囲気で着ていただけますので、はい、こういうあえてね大人っぽい形でこういうパイルシャツっていうのもかっこいいですよねはいそんな感じでございますありがとうございます 何か、えー、質問事項とかは大丈夫ですかねはいちょっとねあのー、ここ数日あのー、すごく気温も高かったんでちょっとまたねあのー、寒くなりましたけどこれからまた春ぬくくなってきたらこういうねあのシャツが活躍しますので。 はい、であとはねこれあの結構素材感が、あのー、ふっくらとしてる生地なので羽織物でね中にこう T シャツとか合わせてもらって前全開きで、あのー、羽織シャツとしても着てもらうこともできますんで、ね、この、えーえー、ホリゾンタルのタイプのシャツはですね色々いろいろと着ていただけると思いますはいありがとうございます はい。あ、お値段ですね。えっとね、こちらが、えっと、すべて、えっと、1万1000円になってます。プラス税ですね。なってます。ありがとうございます。はい。他はよろしいでしょうか。ありがとうございます。で、えっと、 ま、これも繰り返しになるんですけれども、えっ、ー、と、弊社の、えー、こちらは大阪にこういうショールームがありまして、えぇ、ー、最寄りの駅が、堺筋本町か、えー、谷町4丁目になるんですけれども、えー、そちらで、えー、こういうショールーミングサービスですね、えー、商品をご試着いただいて、その場でご購入いただける、えー、もしくはネットでですね、ご購入いただける、そういうサービスをやってます。で、あと、東京のね、春宿ですね、 あ,ありがとうございますパイルジいいですよね夏っぽくてでこれあのあのオールシーズンいけるので夏はあの結構ね汗とかをこうあの吸水してあの涼しく着てもらえますし冬はね逆にこうどういうん空気を含んで保温効果もこのパイルってあるので結構年間通して着ていただけますのでね あのこういうオーソドックスなホリゾンタルのタイプなんかを選んでいただいたら本当に年中活躍しますのではいありがとうございますえー、あとあれですねあの原宿原宿の方でもあのうちのえー、オフィスとえー、ショールームがございましてそちらでもショールーミングサービスやってますであとえっ、ー、と名古屋ですね名古屋に、えー、サローニュジェンティーレ さんという、えー、パートナーシップの店舗さんがございましてそちらでも、えー、試着、えー、ご購入できますのではいありがとうございますであと,、えー、と池袋のね東武池袋店それから、えー、阪神百貨店の、えー、6階こちらでも G、えー、ステージ、まあ、取り扱っていただいておりますので 頭部の方は5回ですね。5回でやってます。ありがとうございます。他は、よろしいでしょうか。ありがとうございます。 ちょっとね、今日の、あのー、この配信の方またね、YouTube、公式の YouTube チャンネルでですね、今日こうやってね、合わせてる商品とかも、その YouTube のチャンネルの方で、あのー、詳細見れるように、あの、リンクを貼っておきますので、えぇ、ー、美コラの方にですね、またご覧いただけましたらと思いますので、ありがとうございます。ちょっとね、あのー、また中国が、 コロナがね、今、ニュースでね、あの、皆さんご存知だと思うんですけれども、あの、ちょっと広まってまして、結構この、えー、っと、ものがね、なかなかその、ロックダウンとかで、あの、日本に到着するのが、こう、遅れてるところとかも出てきてまして、あの、ちょっとね、あの、入荷が遅れてる商品とかもあるんですけども、その辺もちょっとね、もう、これはね、どうしようもないのでね、コロナでね、あの、<laughs> ちょっとまたが案内させていただきたいと思います。はい。ありがとうございます。他は大丈夫でしょうかありがとうございます。はい。ちょっとまた、あの、途中でね、入ってきていただいた方は、YouTube でアーカイブ配信をやりますので、またあのご覧いただけましたらと思います。ありがとうございます。はい。 では今日はこの辺で終わらせていただきます。ありがとうございます。いつもすいません。ありがとうございます。コメントもいただきまして。ありがとうございます。はい。昨日、セットアップ購入いうただいて、ありがとうございます。あ、昨日、反射がて言っていただいたんですかね。ありがとうございます。セットアップは何を買っていただいたんでしょうか。えー、イヤスーツでしょうかね。 ニットのセットアップでしょうかありがとうございます。今、あの、ニットのね、セットアップ、すごく、売れてて、あのー、もう、商品がかなりなくなってきちゃってるのかあの、双張りのニットのね、はい。で、ギアスーツも好評でございます。ありがとうございます。いつも、すいません、ありがとうございます。もうコメントもいただきまして。ギアスーツ、おー、ありがとうございます。 ギアスーツエア、エアウィンドウですかねあ。ありがとうございます。今年のエアウィンドウすごくいいっすよね。あの、柄、柄行きというかもうさ、もう全部好きなんですけど、私。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。はい。では、今日はこの辺で、

But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day.